18日19日の2日間北海北エールで行われたシニアワーキング札幌。60歳以上になっても働き続けたいシニア向けのお仕事説明会です。で、私で、ありがとうございます。今回の札幌ふるさと再発見はシニア世代のお仕事探しの様子を覗いてみましょう。シニアワーキング札幌は食品関係、警備、介護施設など40社以上の企業が参加しました。このようなシニア世代を対象にした企業説明会は全国でも初めてなんです。来場した方に参加しようと思ったきっかけを伺いました。まだ体力が続くうちは何もしないでいるよりは働いた方がいいかなと思いますね。それで参加させていただきました。じっとしていることに意味を持たない。元気ですね。元気なんです。シニアワーキング札幌では実際にお仕事の内容を見学したり実践できるので具体的な業務が分かるようになっています。こちらは着物の販売をする企業のブースです。マネキンを使って着付けを体験することができます。着物の販売をやってます。お仕事しないで6年ぐらいちょっとうちにいたんですけど、そろそろちょっと年を取らないようにもう一度やってみようかなと思いまして。この説明会はシニア世代だけではなく企業側も関心を持っています。私どもの調査によりますと、市内企業の約4割が経営上の問題点として人手不足というのを掲げている状況にあります。また4社に1社が高齢者雇用に興味があるというような結果が出ているところです。若い世代が、ね、なかなかいない、少子高齢なので、シニアの元気な方を、ね、どんどん取り込んで、ね、企業も活性化したいと思いますので。まだ働きたいシニア世代と経験豊富な人材に関心がある企業、2つの願いをマッチングするために開催されました。高齢者の方からすれば働きたいけれども体力面や技術面などで不安がある方もいらっしゃるかと思いますので、高齢者の就労支援、そして企業の人手不足の解消につなげたいというようなことでございます。位置とかはちゃんと指示があるんですか？もう指示あります。必ず調理師もしくは栄養士が体を引いて、してこの位置ですよ。参加した方は働く不安が解消されたようです。無理しないで、これからは指示を仰いで、こういうきちっとね、楽しくやっていけるから。事務職だったので、そのなんか動いたりするのがいいかなと。働けるんだったらずっと働きていたいですね。高齢者の方に生き生きと働いていただけるような機会を増やすことによって、地域経済の活性化ですとか、誰もが活躍できる社会の実現にもつなげていきたいというふうに考えています。若い世代からシニア世代まで生き生きと働く街札幌と言われる日が来るといいですね。